はじめ、ヒレオ、ヒレオの勝ち。同じ向きだから全然。おお、おお、頑張れ、ジェイソン、ジェイソンそのまま行け。あー、これはジェイソンだな。最後でかかったジェイソンの勝ちだ。さあ勝者はどっちだ。姫ちゃんはどっちの手に、どっちが勝つのか。さあ女神は、姫ちゃんという女神はどっちが、ジェイソンが取った。え、ヒレオ当たってないけど、当たってないけど、当たってないけど、ジェイソンが取った。ジェイソンの勝ち。はい、どれです。実は9月にも13日の金曜日がありました。でその時に第1回ヒレオ VS ジェイソン13日の金曜日のバトルって言ってやったんですけど、前回やった内容がですね、カーボン先振り対決、ポコ先割り対決、姫ちゃん先にどっちが取れるか対決をやりました。はい。で前回勝ったのはジェイソンが見事に勝ちました。今回戦ってもらう内容は、矢倉の上でローラーコロコロ対決、ローラーコロコロ押し相撲対決、パブロレースで対決してもらいたいと思います。ヒレオくんにはね、修行しろって言ってあるので、強くなって帰ってきたヒレオくんが見られればいいなと思います。で、ジェイソンもね、13日の金曜日で主役なんだからね、勝っていただきたい。もうどちらも勝っていただきたいんですけども、これからこの二人を戦わせます。戦う前は、仲良し。では、第1試合、矢倉取り合い対決。よーい、はじめ。うわー、相打ち。相打ちになりました。第1試合は相打ち。じゃ、次の試合、第2試合。押し相撲対決。はじめって言ったら、スタートしてください。はじめ！あ、押し相撲始まった！どっちが勝つか、どっちが勝つか。ヒレオの勝ち！うわぁ、強え、ヒレオ。ただいま、ヒレオが1ポイントで勝っております。最初の試合は引き分け。2試合目は、ヒレオが勝っているので、今のところヒレオがポイント的には勝っております。はい。で、今ヒレオ対ジェイソンさんが、スタート地点に並んでいます。今回のルールはですね、レースとなっておるので、この、今見えているステージ、ほぼ全部使って、レースが開催されます。パブロで、同じとこ、ここですね、ここに来たら勝ちとなっております。スタート！さあ、レースが始まりました。スタートが良かったのはジェイソンの方だ。ジェイソンがヒレオより少し早く前に出ております。さあ、後を追う形でヒレオが後ろから追いかけているんですけども、ここはインクが回復できないポジションだ。どうする？おーっと、インクがなくなった、ジェイソン。これインク回復して、二人で仲良くインク回復しております。の、また最初に飛び出したのはジェイソンだ。ヒレオくん危ないぞ、大丈夫か？相手を抜けるのか、ヒレオくんこのまま抜くことはできるのか。さあ、インクはどうする？インク、あ、なくなっていく。インクがなくなっていく。ヒレオの方がちょっと早く回復したか。ヒレオが先に動き出す。さあ、そのまま、ヒレオ突っ走って敵陣地、弾かれながらも、ヒレオが、あ、ジェイソン弾かれた！ヒレオゴール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 最後、ヒレオが抜き返して、ジェイソンが負けた。